さあ始まりました、 R1 リーチエンジェルツアー2016セカンドシーズン。今日はですね、私3回目の登場となるんですけれど、1回目でですね、もうハーデスにてフリーズを引くことができ、大勝利で収めることができたんですけれど、2回目でね、残念な結果となってしまいまして、1回目のプラスのポイントをちょっとマイナスにしてしまうほどのね、もう散々な結果となってしまったんですよ。もう今日こそはね、何としてでも頑張っていいところを見せれるようにしたいと思っております。1回目の時のような引きをね、また今回も出すことができれば追いつくことも可能だと思ってますので、花は桜木、エンジェルも桜木ということで、今日は1回目同様ハーデスで頑張りたいと思っておりますということで、今日はちょっとハーデスカラーで来ました。球体に同化するかもしれないんですけど、今日も神を降臨させたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。大阪の皆さん頑張ってね、追いついてきてください。大阪の皆さん頑張ってね、追いついてきてください。めちゃくちゃ落ち込んでます。ハマさん嬉しい、やるな、見てろよみんな。どこに行っても気持ちよさそうで出てますね。なんでももしか映してくれないんですか。わかんない、違う、自分が思ってたのと違う。なんか流れてきた。え、ちょっと待って、猫や、猫や、え、猫。今回の実践舞台は大阪府門真市にあるリーガル大和田店。こちらのホールはパチンコが112台、スロットが86台となっています。またパチンコが1円、パチスロが10円、 2.5 円の3レートを扱っており、スタイルに合った遊び方ができますよ。選んで遊べるリーガル大和田店でぜひお楽しみください。はい、それでは本日の実践機種が決定です。まあもうもともとね、心に決めてたんですけれども、こちらのハーデス、ちょっとチャレンジさせていただきたいと思います。前回はね、もう自分でも仰天のまさかのフリーズ引くことができたんですが、今日はどんな展開になるのか。1回目で天国見て、2回目で地獄見たんでね。
かどうかちょっと不安もあるんですけど、頑張ります。カーデスのジャッジメント、ペルセポネが降臨となったようです。いいなー。まあこれで私ジャッジメントのイメージをね十分に持っといて、まあ、自分の代で行かせたらなーと思うんですけど、
ですかね。まあ、さっきね、第7女神で400ゲーム乗せることができたんで、もう今日はジャッジメントの、練習をいっぱいしたから、自分の内で活かしたいと思います。2016セカンドシーズン、今日はですね、リーガル大和田店様にて収録を行わさせていただいたんですが、実戦が終了となりました。かなり気合い入れてきたんですけど、散々な結果となりました。結果なんですが、投資がですね、3200ポイントの回収が207ポイントで、結果ですね、マイナス2993ポイントです。いや、今日1日でこれだけポイント放出したエンジェルって過去におらかったんちゃうかなって思うんですけど、すいません。この番組は一番の引き算エンジェルを決める番組なんですが、一番の引き算エンジェルを決めるのであれば、今日1日で私にも決定してたんじゃないかなって。もう今日は枕濡らしておとなしくお疲れ寝とこうと思っております。花は咲かすことができませんでした。次回こそ満開に花咲かせたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。